兄弟愛と統一道路、スロベニアのドレンスカ地方、ノボメストのオトチェツ付近、2005年3月兄弟愛と統一道路、スロベニアのバイオダクトタップリーツにて、新しい A2 号線が奥に見える。兄弟愛と統一道路、クロアチアのサモボル付近、1990年代に完成され、A3 号線の一部へと昇格した。兄弟愛と統一道路は、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に作られた道路であり、その北西端のオーストリアとの国境、トリグラウ山近くからリブラナ、ザグレブ、ベオグラード、スコピエを通り、ギリシャとの国境にあたる南東端のゲブゲリアへとつながっている。このプロジェクトはヨシップブロズティトーの発案であり、ティトーによって兄弟愛と統一と名付けられた。この道路は、 セルビア・クロアチア語やスロベニア語で単に高速道路を意味するオートパートもしくはオートセスタと呼ばれ、これはこの道路が当初ユーゴスラビアで唯一の現代的な幹線道路であったことによる。この呼ばれ方は後に多くの幹線道路が開通したことによって次第に捨てれていった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代の間にこの道路の内クラーニ・リュブリャナ間、 ザグレブ・ジュパニア間、スレムスカ・ミトロビツァ・ベオグラードに主館が片側2車線、合計4車線と路側帯を持つ現代的な高速道路へと改良された。ユーゴスラビアを北西から南東へ貫く兄弟愛と統一道路の路線図。クロアチアを走る部分は1977年に着工された。2008年の時点でスロベニア国内ではおよそ80%が クロアチア、セルビア及びマケドニア共和国の各国内では全区間が現代的な高速道路となっている。唯一スロベニアには現代的な高速道路の規格になっていない区間が残されており、この部分の現代化も進められている。この道路は欧州自動車道路の E61 号線、e 7 5号線、E75 号線の一部を構成している。また道路は パン、ヨーロピアンコリドール X の一部ともなっている。クロアチアでは、この道路の一部は、AA3 号線高速道路及びザグレブバイパスの一部とも、なっている。ありがとうございます。